ザンクトガレン近くの小規模チーズ製造所の貯蔵室この校では、スイスのチーズ、すなわちスイスで生産されるチーズについて説明する。スイスでは多くの種類のチーズが生産されているが、生産量が多いのは、エメンタール、グリュエール、アッペンツェラー、ティルジット、スプリンツなどである。特に前2社は世界的に名の知られたチーズと言える。 ベルン州の伝統的なチーズ作り、スイスでは、現在でも、カキの高地牧場を使った落農が残っている。その場合、カキになると農夫は、高地の小屋に住み込んで搾乳、チーズ作りを行い、谷間では仲間たちが、食料作物と干し草を作る。カキを過ぎると乳牛たちは、農夫と共に山を降り、畜舎で飼われる。スイスの食文化とチーズは密接な関係にある。 スイス全土で食される代表的なチーズ料理として、ラクレットとフォンデューの2つを挙げることができる。現在のスイスでは、ハードチーズよりも、フレッシュチーズの方が多く消費されている。スイス人は一人当たり年に 20kg のチーズを食べており、これはヨーロッパの平均を大きく上回る。スイスのチーズの歴史は8000年前まで遡る可能性がある。 ヌーシャテルコの古城住居が発掘された際、少なくとも紀元前6000年の穴の開いた陶器片が出土し、これが牛乳を水切りするための古式と判定された。もっとも当時その地域で搾乳や乳製品の加工が行われていたかは明らかでなく、これは果汁を絞る容器だと考えるものも多い。古代ローマ時代にはスイスですでにチーズの生産が行われていた。 15世紀までのスイスでは、軟質チーズが広く生産されたが、16世紀には、日持ちする、硬質チーズの生産法が伝わり、家庭用の保存食、旅行者や兵士の傾向食として重宝された。また16世紀には、天候不順によって、穀物生産が衰え、牧畜業が盛んとなり、チーズは重要な輸出品となった。 スイスは元来農業に利用できる肥沃な平地が少ないこともあり山の斜面の多くが牧草地になっておりチーズをはじめとする乳製品の収入が現在の農業収入の半分を占めているチーズ生産は過剰生産された牛乳の消費手段という側面も持っている特に1970年代以降スイスでは乳牛の作乳量増大と 国内消費の減退が続き、生乳の慢性的な過剰生産が続いており、これがチーズ産業が発展した一因ともなっている。ありがとうございます。